普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔流のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？嘘。
竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった。一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お、だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど、モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね、魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。
これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。そこにある。自分で選ぶといい。オーダーメイドできるん？当然だ。販売、オーダーメイド、精錬、全てこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。この付近で鉄が見つ鉄を持ってくれば製造してやる。礼はいらない。仕事に戻るよ。なんかイライラしてる。邪魔したのかな。じゃあ、へっ、なんだ。ああ、まあいい。この色のものも使えないわけではない。宝石を見つけたら、もちろん俺が忙しくない時に来るのが一番。鉄を打つには集中力が必要だ。客の世間話に付き合うのは苦手だ。腕が良ければ依頼が来る。用がなければ仕事に戻るぞ。ここが放棄された地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、あ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。
ば起爆できると思う。安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。